ティオドー伸びるね。ナイアガラ私も投げたいんですけど投げてほしいです。え、まさかの伝授企画いいですか。なんか受けてたらあれ急に投げたくなってきた。投げたくなっちゃった。え、でもさ、あれ軟式でやったらさ、多分みんな打ち損じるよ。本当にあれ軟式で投げれるの？投げれる。で、ちなみに今週の土曜日21日にあのピッチャーデビューするから向こうず。そうなの？そう逆に私もハビ。ちなみに1イニング投げてもらおうから。あー頑張ります。だからその時のためにナイアガラカーブをちょっと伝授してほしいなっていう。それ以前に私牽制できないんだけどそうか、ソフトボールだからね。いや大丈夫、あの打ち取ればランナー出さないから、はい、あ、そうか、オッケー、じゃあちょっと防具脱いでピッチャーモード入るか。よし行こうさあ、じゃあ急遽メイチュンが伝授されるっていう内野からカーブですね、はい、投げれるようにもう消毒してね、今日オッケー21試合だからオッケーオッケーお願いします、はい、縫い目は、はい、で抜く方法は、はい、なんか結構こう投げる人とかもいると思うんですけど、はい、私このまま抜くんですよ。ここから来てここからボールを置いてくるような感じでこう抜くって、うん、こうやってこのままボールがスポッと抜ける感じですか。はいはい、抜くみたいな。一回見てみる。一回見てみます。あの間近で、はい、思いっきり腕振ったらデスラみたいな感じで縦に落ちる。はい、ゆっくりこうボールを置いてくる感じが慣れてきたらカーブがよりカーブが見える。はいはい、確かに。おい！
今みたいなんです。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。ちょっと回転変だけどね。でもいい。こんな感じでやっていけば。はい。気がしてきた。遊び感覚から始まったものなんですか。はい、プロの遊びで球を覚える。すごい。遊び感覚大事です。すごいです。そうですね。早かった感覚掴んでからの。これセンスありますか？いや、あります。弟子2人目になったと。呼んでいいですか？師匠って。いいですか？トドさん、命中どうする？もう、球打ちたくなってきた。打ちたい。いただきたの球。だね、すごいんだよ、本当に。受けてればわかるんだけど。すごいな。でも命中はやっぱ何でもチャレンジするっていう。そうね、チャレンジしなきゃ。じゃあ、三打席対決にします。楽しい。ガチ対決でいただきます。三打席、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 三